リラさん、あの魔物を倒した時のような実践的な戦い方を俺に叩き込んでくれ。こうして剣の腕を磨いて戦いに備えるだけだ。俺がいなくたって平気さ。あいつらお前たちを守りたいと思った。ただそれだけさ。自分たちで判断して自分たちで歩く。怖いことがあるなら俺たちみんなで立ち向かおうぜ。仲間ってのはそういうもんだろ。